一の鳥居竹部大社は、滋賀県大津市新領にある神社。式内社、大見国一宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。旧称は、竹部神社。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。主催神は次の通り。 竹部神社社殿では、日本穂高の死後の慶光天皇46年、日本穂高の日、布をそび命命が、神直によって、巫子、竹部遠い別名と共に住んでいた、神崎郡竹部後地草学の地に、日本穂高を竹部大臣として祀ったのが創建とされる。竹部里の竹部の名は、日本穂高を忍んで名代として名付けられたことに、ちなむといい。 他にも各地に設けられている。後、天武天皇4年に、大海の守護神として、現在地の久留本郡世帯先座したという。先座後、元の千草学の麓には、神後慶雲2年に、精神大明神と竹部大明神が設けられたとされ、現在は、竹部神社が建てられている。天平商法7年には、大名虫の命が、大宮神社から誕生され、 権殿に祀られたという。平安時代中期の演技式新名帳には、大見国狂元軍に、武部神社名神大と記載されて、名神大社に列している。その後、大見国の一宮として数形された。源頼朝が平時の乱に敗れて、伊豆国に流される道中、本社に立ち寄って、源氏の最高を祈願、後に大願成就したことから、 出世海運の神としても著名となった。1871年近代社格制度において、竹部神社として県社に列格され、1885年に官兵中車、1900年に官兵大社となった。戦後の1948年に神社本庁の別表神社に加列され、社名を竹部大社と改めた。なお、 1945年8月17日、日本で初めて作られた千円紙幣の図柄に、日本穂高と当社本殿が使用された。本殿と本殿年間祭時一覧重さ1.5トンの大御輿を餃子船に乗せせた側を下る船幸祭,祭が毎年8月17日に行われる。これは、日本穂高の当世古事によるもので、日吉大社の山王祭、 天村神社の大津祭とともに、大津三大祭の一つともされている。所在地付属施設交通アクセス周辺。ありがとうございます。